皆様こんにちは。アステリアの平野でございます。本日は2023年3月期第2四半期の決算を踏まえまして、最新情報を含め個人投資家の皆様に向けた会社説明会を行わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私たちアステリアグループは1998年9月にスタートして、今24年を過ぎ25年目を迎えた会社でございます。現在東証プライム市場に上場しておりまして、事業としては大きく3つの事業を行っています。また国としましては日本はじめ5カ国に展開をしております。東証プライムの中ではとても社員数の少ない非常にコンパクトな組織というのも特徴になっております。私たちの事業をご紹介いたしましょう。3つの事業がございます。1つ目が創業の時から行っておりますソフトウェア事業。こちらは日本東京拠点に展開しております。2つ目がデザイン事業。こちらは2017年からスタートしております。英国ロンドンを中心に展開しております。3つ目が企業投資事業。こちらは従来本体で行っていた事業を分離して一つの子会社を作りまして事業として成立させているもので、2019年からアステリアビジョンファンドという名前で実施しております。拠点はアメリカ・テキサス州になります。そしてこの新しい2つの事業は、私たちが創業時から行っておりますソフトウェア事業を支えるという側面もある、こういう関係を持った事業となっております。さて、この3つの事業ですが、それぞれ実行の責任者がいます。ソフトウェア事業は常務執行役員の熊谷進。デザイン事業はロンドンにおります子会社社長で当社執行役員のジュシャン・ハムリー、そして企業投資事業はテキサス・フレーノ州におります執行役員の吉田真嗣となります。それではこの3月期第2四半期ですね、4月から9月の業績についてご紹介いたしましょう。まず一言で言えばこちら、大幅増収大幅増益という結果でした。売上は 25.0% 増、営業利益に至りましては 444% 増と大きな増益となっております。まず売上収益と売上総利益ですけれども、こちら3つの事業のうち2つの事業、ソフトウェア事業とデザイン事業で稼ぎ出しております。売上収益は 25% 増の17億1100万円となりまして、売上総利益こちらも 23.5% 増の14億1100万円となりました。こちらの売上増ですね、当社はこの通期の予想を出しておりますけれども、この進捗率としましても 46% 順調であることがお分かりいただけるかと思います。またこの売上総利益、つまり粗利ですけれども、こちらも順調に伸ばしてきておりまして、以前デザイン事業がですね非常に利益が高かった、そしてその後に売上も利益も下がったわけですが、その時のですねピーク、これをすでに超えて2年経つと、つまり利益ベース、売上総利益ベースではこの全体がですねもう復活をして、そしてそれを超えていっているということがお分かりいただくかと思います。それから次に営業利益と四半期利益ですが、こちらは2つの事業に加えて企業投資事業、こちらが加わります。特にこの企業投資事業のリターンですね、投資先の評価益、これが貢献をしまして、営業利益は 444% 増、つまり5倍以上です。そして四半期利益は 499% 増、6倍近くとなっております。それぞれの内容についてご紹介していきましょう。
まずソフトウェア事業ですが、ソフトウェア事業はアステリアワークなどの主力製品大きく伸びまして、売上が 14.7% 増。デザイン事業に関しましては桁が少ないものの2倍近い伸びを示しておりまして、こちら大きく売上が減ったここ数年の状況からですね、脱してきているという状況がお分かりいただけるかと思います。そして企業投資事業、こちらも大きく伸びました。前年同期比で7倍近くということで、今回は出資先6社のうちの1社ゴリラ社が上場したことによって大きな評価益を計上することができました。さて、それではこの増収の要因ですけれども、まずソフトウェア事業、こちらは増収トレンドが継続をしています。クラウドのニーズの拡大に伴うデータ連携ニーズ、さらにはモバイル、そして自動化、リモート化、こういったものをニーズを捉えて、プラピオ、そしてグラビオも大きく伸びています。アステリアワークは史上最高の売上を記録しています。ライセンス売上が 25% 増、力を入れていますコア売上は 40% 増、サポートも史上最高の 5.6 億円を記録しました。また市場の中にあっても、この度16年間連続企業データ連携市場でのナンバーワンシェア、こちらを発表させていただきました。また直近のニュースとしましては、このアステリアワークが IIJ インターネットイニシアチブジャパン社のですね、データ連携サービス基盤に採用されたと発表いたしました。こちらは IIJ 社のクラウドサービスですね。こちらでデータ連携を行う際の標準の機能としてですね、私たちのものが提供された、採用されたというものです。何を可能にするかといいますと、マルチクラウド環境、複数のクラウド環境ですね、データ連携を迅速、容易にするというものです。アステリアとしましては、IPaaS への市場への第一歩だという状況です。はい、次にこのソフトウェア事業のそれぞれの製品ですね、現在アステリアではリカーリングレベニュー、サブスクリプションとも言いますが、こちらへの移行を進めております。アステリアワープの中でサブスクリプションでありますアステリアワープコア、こちらも月々の売り上げがこのように大きく伸びております。2つ目の製品はハンドブック X ですけれども、こちらは残念ながら少しずつ減少しているというグラフになっております。ただこちらご覧いただきますと、アステリアワープより数値の桁、これが大きくなっております。年間で約3億円を稼ぎ出している大きな収入源となっている製品です。そしてプラティオ、こちらも力強く伸びております。皆様にすでにご紹介しております各種プロモーション、テレビ CM、 それから交通広告、こういったことが走行しまして、売り上げが順調に伸びております。そしてグラビオですね、こちらは自動化遠隔化を行うための IoT 製品ですけれども、コロナ禍が一段落した今年の頭ぐらい、こちらですね、CO2 の解約などがありましたけれども、その後またさらに伸びてきているということがお分かりいただけるかと思います。増収の要因2番目はデザイン事業です。デザイン事業は既存のお客様 のみならずアメリカにおける新規お客様からの増収が走行しております。こちらは 96.6% 増ということで、前年同期で約倍増という結果となりました。またこちらも四半期別に見ていきますと、このようにですね、増収トレンドが続いているということがお分かりいただけるかと思います。現在リスクとしては、プロジェクトの引き合いが増えているところ、なかなかですね、人の採用がうまくいっていないというような状況です。まあ、アメリカはこの人材のコストが増大しております。人材不足も深刻になっております。そのような中でこの良い人材を採用するというところがネックになってきています。ただ私たちは昨今のですね、いくつかの
有名企業の大きなリストラクチャリング、リストラがですね、この市場を良くすると、まあ、人材市場をですね、少し良くする効果もあるんではないかと期待をしております。そしてデザイン事業ではいよいよ日本での事業をスタートいたしました。先月東京でこのデザイン事業のですね、開始のイベントをスタートしたわけです。いよいよ下半期から活動しまして、皆様に何らかのご報告ができることと考えております。そして大幅増益の原因、こちらは企業投資事業です。もちろんソフトウェア、そしてデザインでも利益を出しておりますが、今回はこの企業投資事業の利益が非常に大きく寄与しました。と言いますのも、6つの投資先の中から1つゴリラ社、台湾の会社がですね、アメリカのナスダックに上場したということが寄与しております。7月14日に上場しまして、9月末の株価で一旦この第二四半期の決算に計上されています。まあ、その後のアップデートとしましては、11月3日に UK 英国のですね、シークエスタ社の買収も発表しております。企業投資事業全体で見ますと、6社の出資先のうち1社が上場、1社が評価損ですね、減損済み、全額減損済み、そして残り4社、こちらが今後の成長期待ということになります。さらにこの企業投資事業では、この第1号ファンドの状況を見て、第2号ファンドの組成をの計画を発表しております。第1号ファンドは 4D という投資フォーカスを持っておりました。これに加えて第2号ファンドではグリーンですね、昨今企業に、そして社会に、地球に必要とされるこのグリーンの要素を加えて、グリーンに反しない企業に出資をしていくという方針としております。さて、さらに私たちは人材にも投資しております。すでにご案内済みですが、この上半期では新たに CXO 職を3つ作り、採用に成功しました。 CXO はチーフトランスフォーメーションオフィサー、企業内外の変革を推進するプロフェッショナルです。そして CWO はチーフウェルビーイングオフィサー、昨今非常に重要視されていますウェルビーイングですね、これを社内のみならず社外にも広めていく、これによってそこで働く人たちのウェルビーイングを向上させるだけでなく、生産性、つまり業績にも寄与する、こういったところのプロフェッショナルです。3つ目が CSO、 これはチーフストラテジーオフィサー、戦略ですね。私たちがこれからさらに大きく世界に向かって伸びていくために、この戦略、世界戦略というのは非常に重要になります。世界的な戦略のプロフェッショナルがジョインしています。さらに人材投資としましては、最近発表いたしましたのがリゾートオフィスの建築です。こちらは数多くあった候補の中から軽井沢町を選定しました。そしてこちら長野県からも、非常に歓迎を受けておりまして、この建築費の一部をですね、信州 IT バレー構想という計画の一環から補助をいただくというようなことも共同で記者会見をしております。このリゾートオフィス、私たちが進めております5次元化という中で、働く人たちの創造性、生産性を上げて、さらに大きく成長する、株主の皆様にも寄与する、こういう企業となるために5年10年さらには20年を見据えた構想でございます。そういったところで、次にお話をしますのは、経費のところですね。販売管理費というところで、こちら推移と内訳です。今回大きく伸びておりますのは、中期経営計画スターの計画に基づきまして、人件費関連、採用費を含む人件費、そして広告宣伝費、こちらは特別予算も含んで大きく追加をしているためです。
またこの売上収益から営業利益までの内訳ですけれども、先ほどの17億1100万円から今の販売管理費及び原価を引きまして、そして先ほどご紹介をしました、企業投資事業における益ですね、こちらを加えることによって営業利益が46億8500万円を計上しております。またこちらから税引き前利益、四半期利益、こちらは若干の為替の影響ですね、プラスの影響がありますけれども、こちらに記載の通りとなります。さて、経営指標の推移です。こちらも定点観測しておるものでございますが、粗利は、相変わらず 82.5%、 こちらはデザイン事業が大きく伸びたために若干粗利が下がっております。次に営業利益ですけれども、営業利益はですね、非常に大きくなっております。投資事業という利益だけがある事業がありますもんですから、273.9% ということですね、ちょっと普通ではないようなパーセントになっております。で、それからありますのが、海外売上ですね、こちらの方は、デザイン事業が伸びたことにより、19.8%と、私たちが狙うようなところですね、になってきております。そして最後にこの継続型売上、こちらですね、いわゆるサブスクリプションですとかサポートのように、毎年毎年ご契約をいただくようなもの、こちらでございます。こちらも若干下がっております。パーセントは下がっておりますけれども、ご覧いただきますと分かる通り、数字は伸びているというところで、数字は伸びておりますが、デザインサービスが伸びたことによってパーセントは下がっているというような状況となっております。このような状況を踏まえまして、私たち業績予想を出しておりますが、こちらは変更なしとさせていただきました。前回この第二四半期の発表直後には、なぜ情報修正しないのかというようなお問い合わせを数多くいただきました。ご質問ですね、ご指摘もいただいたんですけれども、こちらはこの利益の中身にはですね、先ほどもご紹介しましたゴリラ社の株価、これが大きく含まれております。この株価というものはもう大きくですね、上がったり下がったり、私たち自身でコントロールできない部分が多いですので、こちらを含めですね、今回業績予想は変更なしとさせていただいております。そして、中期経営計画スタートです。今第2年度にありますが、こちらですね、37億円という売上を目指してトップライン重視で進めております。24.7% の成長が必要ですが、上半期の実績としてはそれを上回る 25% の成長、そしてそこから先、来年度ですね、45億に向けて、今年よりはパーセントが低い、こういう成長で達成をするという状況となっております。トップライン以外にもこの中期経営計画では STAR 4つの重点目標があります。サステナブル、トップライン、アクイジション、リファイン、この4つの重点目標をしっかりと進めながら、数値目標についてもトップラインについても実現をしていきたいと考えておる次第です。さて、本日のお話をまとめます。まず1つ目、ソフトウェア事業、そしてデザイン事業は好調で、合わせまして 25% の大幅増収となりました。2つ目が企業投資事業の利益を計上し、大幅な増益となっております。3つ目に、世界的には経済失速懸念なども言われておりますが、足元は堅調です。ですのでこの状況を踏まえて予想の変更なしといたしました。4つ目に、中期経営計画達成に向け、今年度も先行投資を継続しております。これによって来年度の中期経営計画達成、これを実現をしていくということを考えております。以上で本日の私の説明とさせていただきます。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。以上で決算概要説明とご質問の投票受付を終了とさせていただきます。
それではここから今ご説明をさせていただきました決算概要について、本日ゲストとしてお越しいただきましたストックウェザー株都庁カタリスト編集長の桜井英明さんよりご質問いただきます。桜井さん、お願いいたします。はい、こんばんは、平野社長、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。星の輝く夜に、はい、緑のネクタイ平野さんのためにあるよ。ありがとうございます気もしないでもないんですけども、今お話を伺ってまして、はい、ソフトウェアのところ、それからデザインのところを含めて好調ということがあって、はい、売上 25% 増収と、はいはい、これはどうですか。従来考えていた方向性で着地できてきたかなという感じでよろしいんでしょうか。そうですね、まあ、今年のその増収売上は 24.7% 目標ですから、まあ、それより少し上、まさにオンラインということだと考えております、はい、それからそのデザインのところですけども、はい、ようやくそのデザインっていう言葉が株式市場でもちょっとずつ浸透してきたし、はい、デザインって言ったら成果物みたいなところが随分その経営的なデザインっていうのが浸透してきたなと思いますが、うん、はい、相当早くからデザインって社長おっしゃってましたよね。そうですね、あの表に言ったのは2017年、つまり5年前からです、はい、ね、その頃はなんだそれって、いや、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、はい、説明が難しかったんですけど、まあ、株式市場のことで言えばやはりグッドパッチさんが上場されたのが大きかったですね、はいはい、で、まあ、デザインという言葉がこう広くなってきて、はい、で、そこのところを最初から、まあ、日本ではとか世界でも早い方でしょ、手がけたのは。そうですね、あのソフトウェア業界としては早い方です。ただ他の業界ですとかブランドではもうデザインを重視をして、もしくはデザイン会社を買うようなことというのは起こっていたんですね。これどうですか、やっぱり まだまだその世界の中心にデザインというのはなってくるって考えてよろしいですか。まあ、世界の中心というのは、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、はい、私たちの世界でいうとこう技術がどんどん進展していくんですね。でいろんな技術が出てきても、それはどんなに素晴らしくても人に使われなかったら意味がない。そこの橋渡しがやはりデザインなんですね、はい、ですから極めて重要なものであり、あとはまあ考え方ですね、そこに持っていくための考え方ですとか組織の作り方、コミュニケーションの方、いろんな領域にこのデザインシンキングというもの、そして私たちが新しく標榜しておりますデザインドゥイングというもの、これが寄与していくと考えています。ですからそういうことを含めて、まあ、ワープなんかにしてもそうですけども、はい、最近多いんですよ、上場企業の社長さんから、はい、アステリアさんのソフトっていいんだよね、使ってるんだよねって、これね10年ぐらい前はほとんど聞かなかった、まあそうですね、10年前とは今はでしょ。で、はい、金曜日もちょっと取材している中で、はい、いや来週平野さんと話するんですよなんて話をしていたら、はい、よろしくお伝えくださいそうです、社長長年付き合ってますけど初めて、はい、初めてそういうこと言う。ああそうですか、それ嬉しいですね。もう今アステリアワープはもう1万社近くにね使われていますから、まあ、昔10年前とはだいぶ違う景色になってきましたですよね、はい、でもう一つ、あの今の日本の、まあ、デザインソフトウェアを含めて海外と対比するとこれどうなんでしょうかっていうところも伺いたいんですが、海外と、海外の同業と比較するとどうですか。これはソフトウェアですか。はい、そうですね、あの海外の同業で言いますと、まだまだ私たちが国内での売り上げが主ですから、ここはまあ正直まだまだ道半ばと言わざるを得ないですね。英語圏で活躍しているようなところというのはやっぱ市場が大きいですから、まあ、そこにあの打って出るというのがまあこれからやはりどうしても必要になってきます。当然ながら野望としてはお持ちでおられると。はい、もう創業の時からのいうことですね、野望ですけどもね、はいはい、野望って言葉がいいかどうか別にして、はい、あとプロフェッショナルの採用が随分進んできている印象を受けたんです。はい、これやはりこう世の中どんどん早く変わってきているんですね。その時に今いろんな育成というまあ文脈ありますけども、なかなかスピードが伴わないですから、もうあの今日ご紹介した3人は日本の中でもそれぞれの分野で第一人者と呼ばれるような方を CXO として招いて、もうあのドライブ本当にスピードアップしていくと、どんどん変革をスピードアップしていくというためにもう第一人者を招いています。
と、もう一つはその投資事業のところですけども、はい、先ほど社長もおっしゃってましたけども、はい、株価ってこう人為的に左右できるものでも何でもないし、人様が決めるものだから、ここってちょっと歯がゆいかなっていうか気もするんですが、これいかがですか。まあちょっとどころかかなり だいぶ歯がゆいところではありますけどもね。ただやはりこの出資先は上場してきた、これはやはり素晴らしいことです。私自身もこのナスダックの上場のですね、取締役としてその過程も経験できましたし、いかにこのナスダックの上場というのはですね、そう簡単ではないということも分かりました。で、もうそこまで行ったがゆえに毎日こう株価がついてですね、まあ、上がったり下がったり、まあ、時にはこうなんかドーンとね動いたりということで、ありますけども、結局そのうちの決算としては、通期としては3月末の株価のみなんですよね。今はこの、まあ、AFRS の基準によって、まあ、四半期ごとに計算をして出しておりますけれども、まあ、これ自身がこう他の利益のように積み重なっていくものではなくて、単純に計算したものですから、まあ、ここをですね、どう捉えるか、まあ、先ほども申し上げましたけれども、この株価とそれからもう一つ大きな要素としては為替ですね。ここも聞いてきますので、これを注視しながら私たちの方も考えていきたいと思います。ただまあ私の考えでは、はい、ある一定の日の、ね、株価が問題であるのではなくて、はい、やっぱり将来構想ってまあ各社とも持ってると思うんです。そうですね。でそれが将来構想の時間軸っていうのが、うん、まあ、今売ってる人と今買ってる人は全然違ってるんで その対立っていうのがやっぱ株価になってるということですよね。まあそうですね、売る人買う人ですね。だから3年後なのか、まあ、来年なのか3年後なのか5年後なのか、うん、その時間軸がそれぞれ違うんで、それが、はい、組み合わさって、まあ、昨日今日の株価になってるんで、まあ、どっちかっていうと、うん、昨日今日の云々というよりはその事業の成長を見ていくことの方が必要だろう、はい、と思ってるんですけど ね、まあ、ね、私たちもそう考えてます。まあ、ゴリラ社の株価もちょっとこう動いたりしてるんですね。そういったことで不安なところもあるかと思うんですけども、ただやっぱりあのおっしゃった通り、事業の成長とそれに伴ったある程度のこの評価というのはついていくと考えておりますので、まあ、そちらの方に、まあ、私も一取締役として注力をしているところです。もう一つお伺いしたいのは、はい、あの軽井沢のリゾートオフィス、はい、リゾートオフィス、これが短絡的に考えると、はい、軽井沢のリゾートって見えちゃうんですよねそうじゃないんですよね、はい、軽井沢のリゾートオフィスで、はい、信州 IT バレー、はい、ということであって、はい、別にその何か建ててそれで儲けようぜとかそういう話じゃないですもんね。全く違います、ね、ですよね。だからそこの誤解って結構出そうな気がするんで、はい、もうあえてリゾートという言葉をね使いました。これあのリゾートとつけることが誤解を生むという懸念もあったんですけれども、このウェルビーイングということを考えた時にですね、緑が多い中で働く、空気がいいところで働く、これはこれまでは気分転換にリゾートに行っていて、まあ、そこで遊ぶってことだったんですが、そうじゃなくて働くときにそれを組み合わせればより生産性が上がる、これをまあ私たちは確信しているので、リゾートオフィスってこれまでだとこうひっつけないような単語がありまして、しかもこの構想には長野県も賛同していただいて、ですからまあ補助金も、ね、いただけるとようなあの形での進出となります。だから 不動産チックに物事を考えているんじゃなくてその、はい、オフィスの第5次でしたっけ、うん、はい、そういったものの方向性を出していくことがこれモデルケースとなってくれば、はい、日本国中に広がってくる可能性も秘めているっていうふうに考えているわけですね。これで生産性が上がればです。これまで例えば企業が軽井沢に行くとなると、あの保養所的なんですね、休みに、はい、いやそうじゃなくてうちの場合仕事をしに行くんですね、ええ、でこういったものがあの結果が出れば非常に、まあ、この日本のですね新しい働き方というものも促進されるんではないかと考えています。で、まあ、社長のお悩みも株式のところとか聞きましたけど、プライム市場って、はい、本来のあり方って、やっぱりインターナショナルに活躍する企業がいる場所、まあ、あのそういうふうに書いてありますよね。でありますよね。ということは、はい、プライム市場にいる御社にとってみてやっぱそこがやっぱり行くところだ、うん、グローバルな展開をやっぱりこれからしていくだろうということからグローバル市場にいるわけですよね。そうですね。やはりあのプライムということで元々のコンセプトで、はい、世界的なあの企業
というようなところで、私たちはまだ道半ばでありますけれども、そういったいろんな基準だとか、要請に耐えて、かつこの世界基準をですね達成をしていくというために、このプライムというのを選んで、そして今、私たちもこの成長を目指しているというところです。で、その成長を目指しながら本来の姿を築いていこうよというのが日々の社長の動きと。はい、もうおっしゃる通りです。よいしょしちゃうと、はい、そういうことですよね。はい、ということですので、頑張っていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございました。それではただいまから質疑応答のお時間とさせていただきます。スライドの画面を表示してください。画面をご覧ください。スライドに表示されている質問が集計をさせていただきました質問内容になります。今回もたくさんのご質問を頂戴しておりまして、より多くのご質問に回答できればと思いますので、桜井さんにお願いなのですが、はい、同様のご質問についてはおまとめいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それではお願いいたします。はい、一番上のところですけども、ゴリラの株価の影響、やっぱりご心配されている方は多いんだなという感じはしますけども、はい、今期数十億の赤字になる可能性があるため、このままいったら今期のソフトウェアの5億8億の投資は中止になるという理解でよろしいでしょうか。これは、現在ですね、先週から株価が落ちておりまして、こちらは一時的なものなのか継続的なものか、これを見極めてソフトウェアの、への回すというですね、この投資は検討するということになります。はいはい、それから、社内には社長にいろいろ進言できる方はおられないんでしょうか。そんなことないと思うんですけど、どういう意味、社長は危機意識リスク管理が全くできていないようですが、はいはい、この方は感じておられる。あ、なるほど。ということで、そうですね、当社の取締役会はですね、かなりいろんな、意見が出て、でかつ結構秘訣っていうのもあるというね、そういう取締役会です。危機意識ですとかリスク管理というのは、非常によく話題にも出ることですので、私自身がですね、何か勝手にできるという環境ではないという状況です。外部も多いですもんね。社外の方が多いんですね。そうなんですよね。はい、過半数が社外ですから。はいはい、もう一つゴリラですね。取引少ない点については、取締役として対応するとおっしゃっていましたが、これで大丈夫なんですかって、来週末には1ドル切るのではと言われています。これが大丈夫ですかとおっしゃってますが、これ株価ですからね。そうですね。はい、これは、大丈夫と言いますのは、ゴリラ社のですね、事業、これは私は取締役として見ておりますが、本当に大丈夫です。で、株価については、これは、今3ドルですよね。で、来週末のことはこれもう分かりませんので、取締役会、取締役として対応するのではなくて、私一取締役、社外取締役ですので、取締役会として、いろいろと調査をしている。実際現在はですね、今回の先週の株価の動きは非常に変であるというような状況で、これを調査をしているということを SEC にも実は報告をしています。これ自身は何が あれば発表となりますし、何もなければ発表ありませんけれども、取締役会実は週末にも招集されてですね、ゴリラ社の方で対応しております。うちの方では何もできない状況ですね。はい、はたから言うと全体的に軟調なニューヨーク市場の年末というところも、重なってはいる部分もあったということはありますか。もちろん関係はありますけれどもね。はい、ただやっぱり動きが他平均に比べると大きかったので、ここは何かあるのではないかということは、調査をゴリラ社の方がしている、はい、うちが調査しているわけ、はいはい、です。次は同じような感じですね。ここ数年の積極的投資で現金同等物が2018年42億から17億まで減っています。リゾートで5億使うと本業への投資に支障が出ますが、リゾートの中止は考えられ、でもリゾートになっちゃってるんですよね。はい、リゾートの中止は考えられますかというご質問です。はい、こちらは考えていません。というのは、これもこういう状況というものは、想定の範囲内
ですよね。で、もともとこちらのリゾートオフィスに関してはゴリラの息を回すというものではないです。しかもこの5億というのは、ここから先ですね、まあ、最長でいろんなこの減価償却とありますが20年ほどかけての費用ですから、まあ、今年5億ドーンと減るという、まあ、こういうものではないですから、ここはですね、まあ、ここから先まさに5年後10年後というものを見まして、考えているものですので、ゴリラによって何か変更というのはありません。つまり今日や明日の話じゃなくて、はい、社長の言う時間軸は将来的に徐々にこう、はい、投資をしていきながら成功に持っていこうよと、この発想ですよね。そうですね、私たちの業績をいかに上げていくかというところです。それから、はい、軽井沢っていう立地に対するその IT オフィスっていうものが先鞭切ってるわけですよね、はい、ある意味。そうですね、これはまあチャレンジではあります。どっかねもう成功例がたくさんあるわけではないですから、チャレンジではありますけども、まあ、これまで、まあ、コロナ禍も含めていろいろやってきたことを含めて、まあ、これが非常に、将来の役に立つであろうと、まあ、考えているというところです。だからそのレジデンシャルとして、まあ、軽井沢中軽井沢あたりに住んで、うん、あれは柵でもいいんですけど、はい、やってることは新幹線で東京で通ってたよねっていう話じゃないですか今までは。あ、そういう人多かったですね。特に金融機関多かったんですよ、うん、まあそうですね、特にコロナ禍で増えた。そうじゃなくてここ、はい、オフィスですよねって、これ全然違うと思うんですけど、うん、はい、そういうふうに捉えていいわけですね。まあそうですね、目的としてはそういったその新しい段階の生産性というものを得られる、まあ、こういったことを意図しております。もう一回ゴリラに戻りますね。12月末までこの状態株価でしょうね、続きようであれば責任問題になってきます、いかがお考えですかということですが、はい、12月末というのはこの通期のものとは関係がないですから、3月の株価のみが当社の通期の業績に関係をします、はい、で3月の株価によってはですね、まあ、そこまで続いていれば、つまり、ここから先のですね、現金化のところが大きく変わってきますから、まあ、何らか考えざるを得ないというようなところになりますが、12月末ではないです、はい、3月というところでお考えいただきたい、はい、ということと、はい、ゴリラへの投資での増収増益っていうのは何なんですか、今の株価いくらだと思ってるんですかって。まあ、株価は安いんですけども、はい、安いですね、はい、はい、実は毎日見ております、はい、もちろん、はい、から今度はも、デザインは、うん、デザイン事業はしばらく低空飛行でしたが今後はしばらく上り調子と考えて良いでしょうか、うん、そうですね、デザイン事業に関しては今やはり、引き合いも多いですし、あと日本も、スタートしたということであまり悪いニュースがないような状況ですね。まあ、あるとしたら今アメリカが大きく伸びてますので、その、まあ、IT の、リストラなんか割とグッドニュースかもしれないというところですけど、全体的なリセッション、まあ、これはですね、まあ、2年3年後ということで考えると、ちょっとリスクだとは考えておいた方がいいということですね。はい、何年か前に同じような場面で、はい、デザイン事業が伸びてないじゃないかっていうご質問を受けた記憶があるんですけど、うん、はい、伸びてますね今ね、はい、ようやく耐え忍びながら努力をして伸びてきました。そうですね、まあ、ターゲットも変えてコロナ禍に対応してですね、まあ、伸びてきたというところです。これやっぱり社長の信念だったですよね、これ伸びるんだっていうのが、うん、これが伸びるというとこだけでなくて、やはりソフトウェアに対して必要なものだということなんですね。一つ一つのプロジェクトのまあ、売上とかその規模というものは、これは実際にはこのアステリアグループとしてある程度こう、バランスを取りながらやらないといけない、どんどん伸びないというものではないです。先ほどもちょっとお話しした通り、利益率はソフトウェアの方がいいわけですね。一方でソフトウェアを伸ばすためにデザインが必要だということで、このバランスだとか関係性を考えながらというところで、まあ、ソフトウェアがどんどん伸びればそこに適応してデザインが伸びるというのが一番美しい形になります。それは社長ものすごい難しい連立方程式を解いてませんか、はい、難しいですよね。そうですね、ターゲットも国も違いますから、まあ、ただこれがやはり
大切なことですよね。デザインがもう欠かさざるものになってきますから、これどういうふうにするかですよね。で、私たちがそのソフトウェアとのシナジーがあるそのデザインのコアの部分とデザインのプロジェクトの部分、ここをまたどういうふうにバランス取るかですね。ソフトウェアだけ言うと実はプロジェクトの部分はなくていいんですよ。でもこの本当にグローバルな企業のプロジェクトをやってるからこそ本当にグローバルレベルの優秀なデザイナーエンジニアがここにいると、まあ、こういう相乗関係ですので、まあ、ここのバランスをやはり舵取りをしながらということにどうしてもなりますね。まあ、明確な解が一つに決まるわけではないですが、うん、このバランスというものはやっぱり日夜考えながらおやりになっている、うん、まあ、そうですね、まあ、私だけでなくてデザイン事業に関わるものを、みんなで考えております。はいはい、それから、もう一回今度軽井沢ですね。軽井沢リゾートオフィスはゴリラ社の売却が済んでからでも良かったのではないでしょうか。今5億円とかこれから5億円かける価値はあるのでしょうか。はい、これはですね、まさに先ほども申し上げましたけど、今年今予想しているものの中から5億円トンと減るというわけではなくて、これは今年のもう予算の中に、計上されている予想で出しております。ですので、これはゴリラとはあまり関係のない方向性ということです。はいはい、それから、まあ、これも先ほどありましたけども、ゴリラ社に何か事件が起きているのでしょうかっていうのは、まあ、ゴリラ社が今調べてますよねって話、うん、株価についてはということですね。うん、で、またこのままの株価の場合、まあ、3末になってくるんでしょうけども、下方修正を出すべきかと思いますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。でこれなんですけど、まさにひどいことになっているんですね。私たちの想定外の、レベルになってます。で、実際に調べてますけど、今何かスキャンダルだとか何かですね、問題が起こっているわけではないです。ここは確認済みです。で、修正に関してこれ前回は逆のことを言われたんですよね。なぜ情報修正出さないんですかって、はいはい、でこれはやっぱり範囲の中で今回今のままだともちろん下を割り込むんですね。想定の下ですから。ただ、これは結局年度の予想ですから3月まではわからないというところです。で、一方で、まあ、以前も申し上げました、これ本当に安定的にそうなのか、もしくはこう一時的なものなのか、まあ、こういったところもですね、まあ、私たちもそうですけれども、それ以上にゴリラの取締役会および、既存の株主ですね、大株主なども、こちらを気にして見ておりますので、何らかそちらの方で判断があった場合、うちの判断ではないんです、ゴリラの方で何らかの判断があった場合にはもちろん、それにこうしますけど、私たちが独自で何かを判断するということはないです。はいはい、出てきました、グラビオ。今度はグラビオです、グラビオの海外事例が今年度中には出せるというお話をだったと思うのですが、まだ地図のお店以外以降出ておりません。契約数は伸びておられますか、どうでしょうか。はい、ありがとうございます。海外事例はですね、もうすでに、採用になっておりますけれども、事例として出すには少し時間かかるというような状況ですので、ああいうお話をしました。まあ、契約数はですね、まあ、海外そんなにどんどん伸びているものではなくて、今シンガポールを中心に、まあ、しっかり、ビジネス開発をしているようなところでございます。はい、株主が説明会で投資事業の成功 を前提にした動きを指摘した際、投資事業はやめませんと社長おっしゃいましたが、今でもお考えは変わりませんか。2号ファンドは続けますか、リゾートは続けますかということです。分かりました。2号ファンドに関してはですね、これは2号ファンドの原資というのが1号ファンドのこの現金化というものが組み込まれてますから、まあ、今回のゴリラの株がですね、まあ、このままずっと続くとようなことがあれば、2号ファンドに関しては考えを、検討し直さないといけないというような状況です。それが2号ファンド。一方でリゾートオフィス、ここもまたリゾートって書いてます。はい、そうなんです。リゾートオフィスはゴリラと関係なく計画しておりもいるものですから、こちらは続けますということと思うんですけど、やっぱりその、はい、何らかのその設備投資とか、まあ、投資を含めた設備投資等々、はい、やっぱりしていかないと成長ないですよね。まあ、そうですね、まあ、設備投資もそうですけど、リゾートオフィスは設備のように見えてあれ人材投資なんですよ。はい、まあ、人材も含めて、はい、広い意味での
何かにこう次の事業の投資を考えていかないと止まっちゃいますよね、はい、成長そのものが、はい、それはやっぱりお考えになってるっていうふうに見ていいですか。そうですね、やはりこれからより日本もこの人材獲得競争が激しくなります。そしてその生産性だとか創造性、こういったものの格差がどんどん広がっていくんですね。その時にその未来志向の本当に価値を作れる人をどう採用できるのか、まあ、こういったところも含めて、そして採用した人がどう伸びていくのか、まあ、ここを含めて考えているのがこのリゾートオフィス。そしてリゾートオフィスだけじゃないですね。リゾートオフィスは5次元化、これの一環ですから、はい、単にリゾートオフィス作りましたということではないということを、まあ、今後丁寧にご説明していきたいと思います。つまりハードに見られがちですが、見られがちですね、一番重要なのはその運営ソフト、はい、ソフトってソフトウェアじゃなくて、うん、運営する中身、はい、見えないもの、人材、そういったところになってくるってことですよね。そうですね、はい、あとはあれですよね、この30年間日本が停滞してますけど、やっぱり設備、あらゆる意味での投資っていうのをみんな控えて、なんか貯金ばっかり増やして、うん、はい、るのが一つの原因だったんじゃないのという気もするんですけど、この、まあ、こう貯めとくのがいいという美徳ではあるんですけど、ですけどもね、まあ、先ほどちょっとその現金減っているって話ありましたけど、まあ、前その投資をしてなかった頃はその現金を置いといてどうするんだっていう話も、それも、はい、読んだ記憶ありますね、これどうするのっていうの、はい、今はちょうど投資をしているところなので、御所を大事に持っておくつもりはありませんし、やはり投資家の皆様と同じようにこの投資というものがですね、やはり未来を開くと確信をしておりますので、こういった、作戦を取っております。はい、次は 25% の増収だったとのことですが、なぜこれほどトップラインが伸びたのか、またこの傾向は今後も中期的に続くのでしょうかというご質問です。はい、この増収はですね、やはりソフトウェア事業としても、そしてデザイン事業としてもこれまでない伸びですね。ソフトウェア事業としてはこのやはりここ1年そしてもう半年、非常にプロモーションですね、マーケティングにコストをかけて、知名度、それから信頼感、こういったところを上げてきております。これが走行し始めているというようなところが一つあります。それから2つ目にはやはりコロナ禍の影響でクラウド化、それから自動化、遠隔化、こういったニーズがですね、以前にも増してちょっとスピードが上がっているというようなこの2つですね。でデザイン事業はこれに加えてコロナ禍を経てターゲットを IT 企業にシフトしたんですね。そのためにわざわざシアトルからロサンゼルスに移動してまでその改革をやりましたので、これが走行しているというところになります。はい、次は TP 社、人材費の高騰から人材確保に苦戦していて機械損失があるとおっしゃっていましたが、解消されてきてますか。それからそれによって既存顧客は他社に流れていかないか心配していただいてます。ありがとうございます。そうですね、人材の高騰と、この採用については現時点ではまだ解消されてないです。まだ苦戦をしておりますけれども、アメリカの労働市場が、少し軟化するであろうということは見込みとしては出ておりますし、目の前の状況ではもう給料が全然合わないみたいなところが少し緩和されている肌感覚はありますね。はい、ね、もう一回ゴリラ戻りますね。はい、仕上げ報告義務でないのを理解してますが、はい、義務でないからと放置し、パーティー開き何の説明もなくロゴを変えたりとしとったら株価が下がって当然だと思います。質問としてはゴリラは何をしたいんですかっていう質問です。はい、そうですね、パーティーというのは、上場記念パーティーだと思いますけども、これ台湾でですね、実は12月の頭にあったんですね。でこれは7月14日に上場したんで、普通はまあその週とかにやるんですけども、当時台湾は厳しかった、コロナ対策ですね。でずっとずっと伸び伸びになって、まあ、それが12月に行われたというものですね。で、まあ、ロゴに関してはこれ上場後ですね、速やかに変えようということで、まあ、本当は上場時に新しいロゴって話もあったんですけれども、まあ出てから少し経ってからですね、まあ、CEO も変わったということもありまして、そのタイミングでロゴを変えた。先ほど使ったのは新しいロゴなんですけども、はいはい、こちらです。
まあ、このロゴを変えたりということとカムカの関係性というのは、まあ、ちょっと直接的には説明が難しいですね、はいはい。アステリア公式ホームページ英語版、はい、損益計算、貸借対象は2016年、キャッシュフローは2018年、はい、業績予想は中身なし、セグメント情報はインフォテリアの内容、英文開示充実で、海外投資家の当社株式保有率増を狙うということですが、ひどすぎますが釈明はいかがですかと。英語版、ほう、英語版18年は予想してましたかね。ちょっと確認をしないとちょっとすぐにはお答えできませんが、これ確認をしてお答えをしたいと思います、はい。当社何年かですね、業績予想を出してなかった時期がありますので、その時期かと思いますし、はい、現在ではこちらですね、まあ、四半期開示、それからいろんなこのプレゼンテーションなども英訳をして開示をしていますので、この18年のところですね、ちょっと確認をさせていただきます、はい。これはその次2つ一緒かと思うんですけど、ゴリラの今の株価の状況、平野社長どのように感じておられますかということと、ゴリラ社が上場前に SEC に提出した資料を見ると5年後までの成長が右肩上がりすごいことになっていて楽しみですけど、それに向けて現在順調なのでしょうかという2つ、まあ、同じような質問に逆になっちゃうかなと思います。そうですね、はい。まあ、現在の株価というのは私は想定外なんですね。こうなんか安すぎるとかそういうものではなくて、何が起こっているのだということで、ゴリラ社も調査をしているような状況ですので、まあ、その状況を早く分かりたいというようなところですよね。まあ、ゴリラ社の取締役会の方ではここから先のいろんなプラン、この出ております成長のためのプランといろいろ取り組まれていますので、そこが実現をしていくということを、まあ、私の方では楽しみにしております。現在順調かどうかということで言うと、まあ、本当はもう上場してますので開示されている資料が全てでして、で、この5年間ですね、やはり M&A も積極的にやっていくという、まあ、これはアメリカの企業ですから、まあ、ある意味当たり前ですけども、それの第一弾がすでに発表されていて、ここから先もさらに続けていくということを、開示をしております。はい。アステリアワープ好調というのはどれぐらいの期間見込めるのでしょうか。はい、これはですね、コロナ禍のことを書いていただいてますが、コロナ禍で、ライセンスというものがちょっと比率が上がったというのですね。私たち自身はサブスクリプションを売りたかったんですけど、昨年ライセンスが 40% も伸びた。これはやっぱりコロナ禍で一時的な予算がついたような企業が、でそれでライセンスというのが伸びたんですけど、全体はコロナに関係なくしっかり伸びているんですね。ですからコロナが落ち着いて、まあ、今もだいぶそういう状況かと思いますが、落ちますかということに関して私たちは非常に力強い、足元を感じているところです。はい、はい。説明会では従来通り全ての質問に回答していただくことはできませんでしょうかって、多分これできるんじゃないかと思うんですけど、うん、時間的にはですね、はい、はい。それから、サイボーズの時価総額が1300億円、御社が130億円、サイボーズにあって御社にないもの、足りないものは何でしょうか。そうですね、サイボーズ社の場合やはり一番の牽引力はキントーンという製品だと思いますね。こちらはもう、私たちよりもかなり早く10年ぐらい前にこのサブスクリプション製品を出されています。でそこが成長してきて、まあ、最初 その出された頃、まあ、青野社長からも相談を受けたりしましたけども、まあ、かなり株式市場でもですね、いろいろ言われたところを、まあ、乗り切って、まあ、今にここまで成長されてきたということですね。私たち自身はもっともっとこの未来に向かってのチャレンジ、そういったものをやっていって、そして業績を上げて、まあ、信頼を得る、将来性に確信を得ると、まあ、こういったようなところでしょう。もうサイボーズさんはもう積み上げがすごいですから、もう将来間違いないというようなところ、私たち自身はまだいろいろなこの挑戦をしているところで、新製品もまだ売りかさがですね1億なかったり、低いものですから、こういったところがまだ足りないですよね。はい、はい。
また質問形式を以前の形式に戻してほしいというご意見がありました、はい、ウェルビーイングは大切だと思う一方、会社に余裕がある会社がすべきものだと思います。笑い声ばかりに目が行き勘違いしてませんか。まずは本業に注力するべきです。戦略の一つにしても時間がかかるので優先順位は後です、というご意見。そうですね、ウェルビーイングはやはり時間がかかります。だから早く始めるんですね。人の後追いをしていても始まらなくて、私自身は非常にクリエイティビティの高い、ものですから、人の頭の中のこの感じがですね、どれだけ快適かどうかというものが私たちの業績に影響してきます。だから非常に力を入れている。でこれ話題性という点でいうと、私たちよく言われるのが、そんな人に言わずにプレスリリースとかせずに勝手にやればいいじゃないかと、はい、例えばテレワークとかもそうですけども、私たち自身はこれが自社だけでなくて他の会社にも広がって、この失われた30年がですね、本当に変わっていくというようなことに寄与できればというふうに考えているんですね。もうどん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 その機械とかロボット、AI ができるところってどん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 変わっていく。だから創造性、頭の中から何が出てくるか、こういったところは本当に大事なことでして、ここにシフトしていく。これはね、早すぎることはないんですね。私たち、まあ、チャレンジもありますから、中にはいくつかうまくいかなかったことも将来出てくるかもしれませんが、方向性としては間違ってないと確信をしております、はい、D4G の G に当てはまるような事業をアステリアはしているのでしょうか。投資先にだけ求めてませんか。はい、これはですね、D4G 全部に当てはまる企業ってほぼないですね。で当社の場合にはデータ、デバイス、ディーセントライズ、デザインで、それぞれの製品とかがある程度ここだということで、まあ、まさにポートフォリオになります。その上で G というのはそのグリーンに反しないということで、これは私たちの事業全体に当てはまりますけども、私たちが考えている方向性と合っているということですね。ですので、まあ、投資先だけで求めているというより、もともと 4G、4D というのが私たちがやってたものを投資先に当てはめている、まあ、こういう状況ですね。中継について、まず1つ目、中期経営計画以降の計画イコール次の中継はお考えですか。あ、もちろん考えています、はいはい。で今度はリゾートオフィスの話なんて全くなかったんですが、中継に書いてないことをなんで実施するんですかという。はい、中継に書いてないことというのは、中継に書いてあることの一部を実は外部にお話をしています。まあ、上場企業ですから、外に言えることと言えないこととありまして、まあ、私たちとしては株主形式とは全く思っておりません、はいはい。ゴルダのエスクローがアステリア社持ち分になるとはなるには、今年と来年の12月末のゴルダ株価と売上次第とのことですが、今の株価だと約200万株の半分が消失することになるのでしょうか。はい、ですか。今の株価が続けばということですね、はい。でこちらに関しては、私たちの今の、予想ですね、予想値、つまり年度の予想値にはエスクロー分は入れずに計算をしております。はい、投資なくして成長なしとおっしゃってましたが、今回 AVF が失敗したらアステリア社の成長は限られるという理解でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、当社が投資している中の いくつも投資している中の一つが AVF ですから、まあ、AVF がもし、全体的にですね、これは10年のファンドですけれども、まあ、答えが出た時に実は、儲かってなかったということであれば、はい、そこの部分というのはやはり限られます。ただ当社の投資は製品にも投資してます、人にも投資をしてます、さまざま投資をしている、こういったものはですね、また別途成果が出てくると考えております、はいはい。ワークスポット社、昨年アメリカの、うん、アメリカ内の成長性ランキングに入りましたが、今年は入っていませんが、なぜでしょうか。過去3年の成長性が条件みたいですので、今年が入っていないのが不思議なんですが、ということです。はい、これはですね、まあ、私たち自身も中をそんなに調査したわけでありますが、やっぱりこのムービングストライクで、その3年間というものがもっと高い企業があれば入ってこないということですので、
その計算方法によって入らなかったというふうにしか理解が、していない状況です。特に問い合わせもしておりません。はいはい、ゴリラの現状と株価ですね、株価現状がついた場合3カ年の数字の達成に影響は出ますでしょうか。はい、3カ年計画、この経営、中期経営計画だと思いますけれども、はい、これに関して言うと、まずトップラインの売上はまずゴリラ関係ないです。それから、EBITDA、この利益ですね、こちらも評価益を除いたものということでやっています。もともとですから、この AVFE の評価益を入れないというために営業利益ではなくて、実は EBITDA、調整後 EBITDA としておりますので、この数字そのものには影響、まず数字そのものには影響ない。達成に影響があるかといいますと、第3年度はゴリラの評価益を、ソフトウェアに回すということはしておりませんので、だからこの後半ですね、ここから約3ヶ月がどうなるかというものは注視しながら進めるということになるので、絶対影響がないとは言い切れないですけれども、まだ現状ではわからないという状況です。はい、リゾート軽井沢ですね、ゴリラが現金化できた後であれば文句は言いませんが、そんな余裕はあるんですかということですが、はい、これはですね、もうゴリラと関係なく計画をしておりますので、リゾートオフィスというものはこのまま進めます。はいはい、外資機関の空売りへの対策について、進捗状況を教えてくださいということです。はい、進捗ってこれよく分かんないですけどね。進捗というのはそうですね、主幹事への相談と、あとは、そういったことが、違反ですね。例えば一部市場では相場操縦で捕まったようなこともありますけど、そういったことがないかということは問い合わせをしたりしておりますけれども、現状何か見つかったものはないというようなところです。はい、で対策として、というところに関しては、やはり、こういうことに対してですね、うちが、発行会社ができることは限られているというような状況ですので、主幹事と話しながら何かができるというタイミング方法があれば、それは、速やかに実施していくということになります。はいはい、そしてこれ最後の質問になります。はい、プラティオは、はい、いつ頃ハンドブックの売り上げに到達しそうですか、順調ですか。はい、まずプラティオ順調ですね。見ていただいた通り、月ごとの売り上げがどんどん伸びているというような状況です。で、いつ頃達しそうかというと、これ今 のものでいくとですね、だいたいハンドブックは3億というところですけれども、もう、2年後ぐらいにはですね、その射程圏内に入るというようなところです。でその勢いが続けば、もう今かなりの角度がありますから、どん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 増えていくというようなところで、プライティオ非常にユニークなソフトウェアで、使っていただいたところから の感謝もものすごいですから、ハンドブックの売り上げにですね、到達するのは間違いないと考えております。プライティオも、ハンドブックも、はい、長いこと私も IR では伺ってきましたので、はい、ありがとうございます。いや、でもようやくここまで来たよねっていうような、そうですね、はい、プラティオはようやくこの成長路線に乗りましたね。で、これの質問のところは最終ですけども、やはり皆さん、そのゴリラ社の株価に対するご心配、はい、っていう部分と、あとはその軽井沢の、IT バレー計画って言っちゃった方がいいと思うんですよね。それは長野県の計画。長野県の軽井沢の IT っていうふうにした方が、はいはい、多分理解が高まる。どうもね、リゾート一人、なんかみんな軽井沢リゾートリゾートっていう。そうですね、リゾートオフィスじゃなくてリゾートって言われてますね。箱物やるわけじゃないんで、はい、そうじゃないよねっていうところを もう一回、だからゴリラと関係ないんだよねっていうところが、今日の社長のお話の中ではとてもよく分かったなというところ。それから現実問題として、本業の方は伸びてますよね。はい、本業ってか全部本業なんですけど、はい、全部本業ですが、ソフトウェアの部分、核、はい、となるソフトウェア、それからデザインの部分、はい、デザインもこれはやっぱり伸びてきている。これが一番重要なことだなっ
って、意外とだからそこの質問少なかったです。やっぱゴリラリゾートが多かったです。そうですね、どうしてもやっぱりそのゴリラの株価の影響が大きいですから、これはの気持ちはよくわかります、はい、私自身もそうですからね。ですからそこは気持ちはよくわかる中で、あの今の利益の積み重ねではなくて、本当にこの3月の株価ですし、まあ、ここがあのいかんともしがたいというようなところであるということなので、まあ、注視を続けて、まあ、必要な判断というものをやるということになるかと思います、はいはい、ということで、そろそろお時間も参りますので、平野社長から、今日ご覧いただいている皆様に熱く星の夜に緑のネクタイでメッセージを頂戴できればありがたいんですが、はい、ありがとうございます。はい、本日も当社の説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございました。今回ですね、第二四半期以降に起こりました件、2点に質問が集中したように感じております。一つがやはりゴリラ社の株価ですね。先週非常に大きく落ちまして、これ私自身もそして当然ながらゴリラ社も大きくこのことに関しては注視をして、そして 何が起こったのか、そして何か対策ができるのか、こちらの方には動いていらっしゃいます。ですので、何かまた動きがあれば、そして開示されるようなことがあれば、私の方からも解説をしたいと思います。ただ一つだけ認識をしていただきたいのは、この第二四半期第三四半期のこちらのですね、評価益というのはその時点の計算値でしかないということですね。これはソフトウェアの利益ですとかデザインの利益と違って積み重ならないですね。3月の計算値によって計上されるというものですので、まあ、そこの構造というのはぜひご理解をいただきたいというふうに考えております。2つ目がやはり先週発表いたしましたリゾートオフィスですね。こちらはリゾートですね、私たちが運営するというのではなくて、これまで積み重ねてきたセンターオフィス、サテライトオフィス、ホームオフィス、そしてバーチャルオフィス、これに加えて5つ目のですね、新しい働き方、未来を目指した働き方、これの一環で私たちのこのオーガニックな、つまり投資事業を除いた中での投資ができる範囲での投資です。ですからゴリラとは関係がなく、未来に向かって皆様に必ずやこれが良かったと思っていただける、理解をしていただける日が来ると考えております。私はやはりこの日本のですね、変化の少なさ、既存のものにすがって、そしてその中が一番良しとするという風潮、これがやはりこの30年間大きな成長がなかったところだと考えております。人の働き方、非常にクリエイティブな働き方をする一人一人の力を伸ばしていく、これを私たちは自分たちのプラットフォームで実現して、そして世界にこの価値を提供したい、この思いです。これは創業した時から全く変わらない方向性です。ですのでこれからもぜひアステリア挑戦に対してご支援ご指導、何卒よろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。平野社長、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴皆様ありがとうございました。投資家の皆様におかれましては、たくさんのご質問を頂戴し、また最後までご視聴いただきまして重ねて御礼申し上げます。アステリアでは IR 活動の向上に向けて、ご視聴の皆様にアンケートのご協力をお願いしております。今画面に出ておりますアンケートフォームの QR コードより、当社の IR 活動についてご感想ご意見などございましたらご記入いただけますと幸いです。またすでに当社の IR 活動をご存知の方におかれましては重複となりますが、アステリアではプレスリリース開示のタイミングで公式 LINE でも開示情報のアナウンスをさせていただいております。さらに月に1回のメールマガジンで
1ヶ月間の当社の開示などに関する概要も送らせていただいておりますので、ぜひご登録いただけますと幸いです。アンケートフォームおよび LINE、メルマガの登録方法につきましては、後ほど当社の公式 Twitter および公式 YouTube に後日アーカイブとしてオンデマンド配信されます本日の動画の概要欄に記載いたしますので、そちらもぜひご確認ください。以上をもちまして、2023年3月期第2四半期個人投資家説明会を終了とさせていただきます。長時間にわたりご視聴いただきまして誠にありがとうございました。